先日、トメの乳がんが見つかった。本人は全く自覚なしで、ドッグで見つかったくらいの長初期だけど、場所が悪く、乳房の切除の手術をすることに。病院から指定された、手術の時期が、義弟嫁の出産予定日の直前。産後凸される心配なくてラッキーじゃん。と最初は思ったけれど、息子大好きのトメは、息子二人に、当日付き添いをしてほしいと言い出した。家族の好意点。愛されるママン。それが私。って人なので、この緊急事態には、絶対に駆けつけてほしいらしい。手術前日、入院当日、トメ宅に迎えに行くと、義弟がいるので。驚いて、義弟嫁ちゃんは?と聞くと、義弟ははっきりしない返事。トメは嬉しそうに。ほら、私がこんなでしょ?もう不安で不安で仕方ないから、来てもらったのよ。義弟嫁ちゃんはお腹も大きいし、無理させちゃ悪いから、お家でゆっくりしてもらってるわ。と、まるで嫁に気を使う、いい姑であるかのような言い方。カチンと来たので、つい義弟を引っぱたき。何考えてんのよ。あなたのお母さんが不安がる以上に、家で一人で、初めての陣痛が、いつ来るかもわからない、義弟嫁ちゃんの方が、ずっとずっと、不安に決まってるじゃないの。私が、自分の旦那にこんなことされたら、私一生許さないと思うわよ。あなたが一番に考えて、一番大切にしなきゃいけないのは、義弟嫁ちゃんでしょう。一気にまくし立てたら、トメ、義弟、旦那の三人は、しばらくフリーズしてた。ほら、トメさんには私たちが付き添うから、あなたは早く帰ってあげなさい。と追い立てるように返したところで、トメさん、回答。嫁子ちゃんたら、ひどいわー。と号泣したので。あら、トメさん。昔、旦那くんの出産の時、ウトさんが駆けつけてくれなかった。これだけは一生許せなかった。って、ウトさんのお葬式の時に、おっしゃってたじゃないですか。義弟くんに、そんなひどいことをさせたいんですか?と言ったら、もにょもにょと言い訳してた。後で、夫に、お前も強くなったよなぁ。と、しみじみ言われて、義弟嫁ちゃんには感謝されまくった。産後の病院にお見舞いに行ったら、トメの手術当日に生まれた。私さん、もしかして、どこかで予習しました?と、実は、二人とも、このスレを見ていたことが判明。義弟嫁ちゃんも、いつか言い返そうとイメトレしていたらしいが、なかなか勇者になれなかったらしい。これからは二人で頑張ろうね。と協定を結んだ。トメ、覚悟しとけよ。